極日大受賞は日本の勲章の一つ。2003年の英点制度改革以前の勲一等、極日大受賞に同じ。極日大受賞は1875年4月10日、勝敗従軍配をテーマにより制定された。これが現在の朝日章の元になったもので、明治政府が制定した最初の勲章である。勲章のデザインは日章を中心に、 八角の光線を二重に配したもの。中には霧の火曜を用いている。樹はオリジ白色、総線光色。極日大樹章は極日章の最高位で2003年の英天制度改革以前の組一等、極日大樹章に相当する。他の朝日章との異章の違いは、大樹章の副章のみが二重の朝日、他の章は一重になっていることである。 勲章制定の件には、国家また派工業に対し君、医者をある者にこれを、賜物府と定められている。勲章の授与基準には、極実章は、社会の様々な分野における功績の内容に、着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与する、ものとし、功績内容の重要性及び影響の大きさ、そのものの果たした責任の大きさ等について、評価を行い、 特に高く評価される功績を挙げた者に対しては、朝日、重光明以上を授与することと定めた。また、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長または最高裁判所長官の職にあって、顕著な功績を挙げた者については授与する勲章の標準を朝日大受章とし、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、 参議院副議長または最高裁判所判事の職にあって顕著な功績を挙げた者については朝日、重光明を標準とすると定めた。実際の受賞者には上記の官職にあった者の,のほか、野党の党首経験者、知事を永年務めた者、国内外の大企業の社長、労働組合全国組織の議長などもいる。国会議員経験者に関しては、国務大臣経験者は、 おおむね朝日大受賞を授与され、国務大臣未経験者は朝日、茂光明、極日中受賞を授与される。しかし近年は、大臣経験者でも、国会議員としての在任期間が短いものには朝日、茂光明止まりであったり、大臣未経験者でも、国会議員としての在任期間が長いものに、朝日大受賞を授与されるケースがある。創設当初から、A 点制度改革まで、 曲実賞は男性のみに授与され、女性には授与されなかった。そのため、同年11月3日に授与された元文部大臣の赤松良子、元国土交通大臣の林博子が、女性初の朝日大受賞の受賞者となる。著名な外国人受賞者としては、ファイザー会長のヘンリー・マッキンネル11月7日、受賞。 元ベトナム社会主義共和国首相のファンバン会11月3日、受賞、環境保護活動家、元ケニア環境副大臣で、ノーベル平和賞受賞者のワンガリマータイ4月29日、受賞、アメリカの政治家であるデニス・ハスタート4月29日、受賞、リチャード・アーミテージ、ドナルド・ラムズフェルド11月3日、受賞、アメリカマイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ4月29日受賞、 がいる主要感触については漢方及び新聞記事に掲載されているもののみを順用した。春秋除勲については外国人受賞者を含む。名前後ろの院は死亡除勲。ありがとうございます。